ちょっとピンクゴールドにしてみてねこれもどうかな反応は良かったんじゃないかなゴ,ゴールドジムカラーじゃないよゴールドジムカラーだと黄色と黒だからね、うん、まあそれだけ気合いが入ってたわけですよもうね俺はそれでね、えー、結果的には32分ぐらいかなレインメーカー敗れたけど いやでもね試合を振り返ってみるとねおっさんよう頑張ってたなって感じだよね自分のことだけどさ一言な感じで言うけどうんいやいろいろねもう先週ちょっと張り切って調整しすぎてねあのちょっと前日に腰痛っぽいのを起こしてねこら参ったなと思ったけど、まあ、当日ね結果的には。 菅のトレーナーとかに相談してね、あのー、しっかり痛み取ってもらったから試合中はもうアドレリンに出たから、うん、全然気にならなかったけどねいやーなんかこう IWGP 戦までに、ね、ノアとの対抗戦や KOPW とかあって試練を与えたのにまた最後にここで試練が来たかいや本当コンディション良かったんだけどあの超意識があった前日の朝になったら起きたらなんか腰痛ぇなーと思ってうんやばなんか でそ,うそういうまあ腰痛結構持ってるんでまあ腰痛が起こらないようにこう足のトレーニングとか、まあ、デッドリストとかね体幹のトレーニングをちょっと控えめにしててね腹筋のトレーニングとかも控えめにしててそれで逆に控えめにしすぎたからだからねやっぱ普段通りがいいんだなと思ったね普段と違うことをして張り切って <laughs> するとうん体に異変が起こるというかねうわこれはまずいなと思ったけどうんなんとかね持ちこたえてね全然多分 うん、逆にその腰がちょっと不安があったからうん何だろうな動い,動いた方が調子が上がってくるんでねだから試合中だいぶ中盤ぐらいからもうガンガン動いててねあ結果的にさっき言ったようにあ40歳のおっさんよう動くなよう頑張るなというのがあれですけどいやーでも惜しかったねなんか VTR 見てねなんかいろいろ 俺はなんか、あのー、最後の23分5分ぐらいかなもう10回ぐらい見直してねいろいろ研究するわけですよ試合のうーんあのー、そう狙ってたレインメーカー来るとこうラストオブザドローン行こうと思ってね決まったんだけどあれがまた不十分でねあのー、しっかり落としてなかったんだよ VTR でだからいつもだったら足しっかりクラッチするんだけど足をねしっかり手で持ってクラッチしてるんだけど またその前に、なんだ、開脚ドライバーかな食らったのもあって、ダメージもあって、多分それで不十分に、もう持ち上げて、ちゃんと落とせてなかったもんね。やばいよし、決まったと思ったけど、カバーしなきゃと思ったら、岡田が、なんか、2、三メートル、二メートルぐらい足られてるから、もう、あれこそ、あれほど遠いと思ったことないよね、なんか、この2メートルぐらいが。うわー、遠いって。だいたい時間数えたらね、 ラストオブザドラゴンを落としてからね、5、6秒くらい勝ってたから、まあそこ、あそこがポイントだよな、っていうあの。決してね、攻め疲れ、もう攻め疲れしてたのかな。よう走ってた最後までね、結局、まあね、さっきも映像、風呂入りながら見てたんだけど、あのー、冷静に考えてみたら、レインメーカーって、こう相手の、相手をこうね、回して引き込むから、 走り込む、あのね、なんていうかな、消費、消費軽いじゃないけど、消費はだいぶ、体力の消費、だいぶ少ないじゃない。それに対して、俺のパンピングモンバーは、やっぱ、ヒットロープでね、1、2、3、ターンして、4、5、6、ドーン。だいぶ加速しなきゃいけないんで、まあ、これは正直言ったらね、俺は体がね、まあ、大きい方じゃないんで、その場のラリアットっていうのは、まあまあまあ、自信ないことはないけど、やっぱり、加速して打たなきゃ意味がないって意味で、 うんだ後半、そうだね、なんか VTR なんだ、今同時にね、今スマホでこれやってるからね、見れないけど、なんか岡田を至近距離でラリアットで倒した後に、すぐにラストオブザトローが行きたかったんだろうけど、多分もう、その前にもう何回も走ってるから、体力がちょっとね、うん。そんな想定しないでやってるわけじゃないもう俺はもここで終わるぞ、ここで終わるぞって思ってもう、試合してるから、もう常に限界位置で、 限界値を超えてたよねだからあそこで多分至近距離のラリアットで迎撃してすぐにラストオブ・ザ・ドラゴン行けばかかるけどあそこでちょっと5秒10秒と時間があったからあこれまたラストオブ行っても返されるなと思ったからもう一回ヒットロップしたらまさかのまあドロップキックはあるだろうなと岡田のカウンターのクロがザイもう何ていうかなあれジャンボ鶴田さんに向かって走っていく川田俊明さんみたいな感じでね。 ジャンボの勝ちじゃないかっていう感じで、まあ、ジャンボの勝ちっていうとねっあのドラゴンゲットの横須賀スムズ選手の技になっちゃうけどあの1 9 0ンチ以上の岡田の長身のラリアット聞いたねあれカウンター,あーうわーと思ってその後なんか,なんか、ね、エメラルドフロージョみたいな,なんかね旋回式のエメラルドフロージョみたいなのやられてで最後レインメーカーもね当たった衝撃とそうたぶん 今まで食らった連盟ー,ーで一番効いたんじゃないかな <laughs> その後バックドロップみたいに落ちててねうーんまあそんなんでうーんとにかくでもあれカバーされた時に返し,返あの返したいというよりで、ね、多分あの時で俺意識飛んでたわけじゃないからわかるけどもう苦しくてそうすごい角度で落ちたの待って苦しくてもうカバーされてるのがもう苦しくてね返す力もないけど ワンツースリー終わったらすぐうつぶせになったのがもう呼吸ができてなくてねうんいや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 、まあ、でもね俺はやっぱね色々やっぱね憤りがあったわけですようんなんかまだね2.11が終わってないのに三の瀬でも IWGP 戦やりますとかでねのあの清宮選手ねなんかこの間 超意識では清宮だか北宮だか北島だかって「北島って誰やねん」っていうあれツッコミが入りそうだったけど誰もツッコまなかったんでね,ねそのなんかノアの東京ドームの話題とかがね本当この今 AI 機能の線なのかねあとまあノアの武田社長をツイッターでフォローしてるからか分かんないけどやけに清宮選手のねフォローしてないのにツイートが目に入ってくるからうるせえなこの野郎と思って <laughs> まあまあまあ別にそんなじゃ SNS 見なきゃいいじゃないかと思ったけど,思ったけどまあそういうだから三の瀬とかノアのドームとかそういうのでもう腹が立ったからまあそのまあもちろん岡田に対してぶつけてやろうって気持ちもあったけどあとはお前ら見たらよと俺がもう,もう試合で全部こっちに注目を浴びさせてやるからなっていうその上でもうすごい試合した上で俺が勝つぞと何かね戦前はイレギュラーイレギュラーって言ってたけどうんいやもう一回中心に立ってやろうって 満々でね、うん、まあまあ,あの岡田にはね負けたら意味がないと言われたけど、まあ、意味のない試合とは思いたくないなとやっぱ俺はまだまだ40になってね今年41歳になりますけど、うん、全然あの俺がまだまだ本当 IWGPIWGP 戦もそうだし挑戦することもできるしあのダッシュすることもできるんだっていう。 覚悟はね見せることができたんじゃないかなっていう気持ちがあるけどうん、なんかねそんな感じですよいやーでも本当出し,出し切ったよねなんかもう次だから岡田でやったらもう読まれちゃうからきついよねなんか高木式 GTR とか高木ドライバー98とか全部出したもんな全部出したけどなんかなーなんかこう 試合しててね、不安になるんだよね。こいつ返してくんだろうな、みたいな。案の定返してくるしさ、攻めてても攻めてても、あれってやっぱ、潜在意識なんだろうね。岡田和親ってすごい。ね、必ず返してくるみたいな。うん。ちょっとラリアットで最後打ち負けたのは悔しいな。まあでもそれ以上に俺の方が何発もラリアット狂わしてんだけどね。うん。まあ必ずでもあの試合が、また俺が成長するね。 うん、きっかけとなる試合でほんと旬としてでもしょうがないんでね、うん、次に向けてはいあステイドリームは出なかったまあそれはねうわ全部全部出したらいいって問題じゃないしね、うん、高木ドライバー98もうちょっとエグくできそうだな、うん、あれちょっとね高校時代柔道部の仲間にやったら結構ね 練習中断する練習中断ていうか練習が始まらなくなっちゃったっていうね結構大変危ない技だったんでね、うん、まあまあまあ技はね全部出せばいいもんじゃないからね、うん、そういった意味ではこう岡田にやっぱり余裕を感じたのが悔しいよねあいつだってい,いろんな技あるけどうん、うん、そうだね攻撃攻撃なんかね攻撃率だと 73ぐらいか64か俺の方が俺の方が攻撃してたよねそれでねまあまあ試合終わってし何したんだろう試合終わってなんか悶々としてなんかねちょっと花火できたティッシュを思い出し泣きしてるわけじゃないけどいやでも最高でしたよ本当に あの振り返るともうねずっとその話してるけど、俺プロレス19年目18年とどのぐらいだ11 12 1 18年と4ヶ月やってるけどね、この間の不立ほど応援された時はないなという、うん、あなんかプロレスラーあプロレスラーしてるなと思ったよね、まあ試合もそうなんだけど。 そんな高いコールなんてね昔はドラゴンゲート時代やったらね地元山梨だともう同級同級生がねもう桜のように高いコールを出してくれたけど <laughs> ナチュラルでやる高いコールが起こったのは初めてだからね本当、い色んな意味でターニングポイントというか思い出に残る一生忘れられない試合になったなというのねあの屈辱的な負けも含めてねでそれで、まあ、さっきの話を戻ると試合終わって まあ食事してね、まあ、食事もなかな,か,もうなんか疲れてるからね食べてもねこう胃袋が受け付けないのよダメージもあるし幸せ、まあ、すぐね菅野トレーナーに首なんか首とか腰針打ってもらってゆっくりしてから食事行ったけどなかなか、うん、もう疲れててダメージもあって食事があんまり入ってこないけど、まあ、そういう時って大体もう4時ぐらいになっても、ね、寝れないからもういいやと思って。し なんか知り合いのバーのとこ行ってまあ俺も関西ね15年近く住んでたんで知ってるとこあったんでね焼け酒ですよ普段もアルコール飲まないのにどうせもうどうなってもいいやと思ってねどうなってもいいやっていうかわけじゃないけどまあ焼け酒って言っても恥ずかしいけど多分2杯か3杯ぐらいしか飲んでないんだけどしかも薄めでねうん薄めで23杯飲んだだけで焼け酒とか言ったら怒られそうだけどねでその後に ホテル帰ったんですよでホテルはあのー、LIJ のメンバーしか泊まってないホテルだったんでしたらも,、ね、もう3時半ぐらいよ3時半ぐらいにホテル帰ってるで最後になんかね俺いつも結構ハーゲンダッツが好きでタイトルマッチ終わったりこうシングルマッチ結構大変な試合したらご褒美で寝る前にハーゲンダッツを食べるっていうね習慣があってハーゲンダッツとちょっとこう、まあ、あの時はほうじ茶かなとかコーヒー飲んだりとかするんだけど。 めっちゃ体に悪そうだけどね寝る前にハーゲンダッツとホットコーヒーっていうのが好きでそしたらあのー、ホテルの本当になんかねやからやからみたいなのがいて「おいおいおい」みたいなことがいて「まあ、おいおいおい」と言ってないけど「ああ」みたいなこと言ってそしたらちょっと酔っ払ってる内藤と「ねまあ、誰?」って言っちゃうと、ね、ちょっと、あのー、よくないけど某 T スポの岡本がいてねあ言っちゃったか岡本記者がいてそうそうそうなんで岡本いいんだよと思ったけど で俺がアイスクリーム買って「何してんだよ」とか言ったらこんな時間にね「焼け酒だよ」とか言って「焼け酒とか珍しいな」とか言ってちょっと俺もねフロントのロビーのソファーに座ったら「とりあえず俺締めのアイスちょっと食わせろよ」とか言って俺のねバニラのハゲやつ食べ,たらあー食べようとしたら内藤とか岡本とかいや俺らの分も買ってこいよ」みたいな声がふざけんなって言って。 負けたんだからお前買ってこいみたいなこと言われて。え <laughs> どうせ試合見てねえだと思ったけど、いや見たよ、最後の方だけ見たよとか言って。まさかあ、ねあ、あんなっていうかまあ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 。で、俺が負けたんだからって言ったからすぐ言い返したのが、若いやろ、まあ、優勢だったら俺の勝ちだよとか言って。そこはみんなね、あの爆笑してましたけど、柔道じゃねえんだから優勢勝ちとかねえよ。判定ねえよとか言って。まあまあしょうがないからね。で、岡本記者が、じゃあ私が買ってきますって言ったから、岡本記者にお金を渡して、なぜか俺が、 ゲダツをおごるというねまあそして食べてるときは会話にならないというなんかねあの時もねもう俺も,もう疲労困憊でアルコールも入ってたから覚えてないんだけど内藤になぜかね高木は絶対結婚できないっていう説教をされたのがね <laughs> 全然試合と関係ねえじゃねえかって俺はもう分かるもう20年以上の付き合いだからってバカ野郎お前内藤俺と付き合ったことねえだろって言ったんだけどねうんでも分かる絶対無理だとか言ってなんかねなんか YouTube も見たらしいんだよね なんだあいつなん YouTube 見てあ,あそうだね内藤のことがね色紙がねちょっと出したからね「もういいや俺疲れてるから帰るよ」とか言ったらそしたら今度ねタクシーから降りてきた金髪がいてサナヤンが来て「うわサ真田だ」と思って「もう俺帰ろうとしたらね」で「真田」来てなぜ,なぜか俺と内藤と真田のスリーショットだけ撮って、まあ、真田は特に喋るわけでもなく、まあ、酔っ払っていたとは思うけど とりあえず座っててで俺はもうえっ、ー、も,もう5時近くになってたじゃない朝方5時よでもうしん,なんかしんどいからはい俺はもう部屋帰って寝ましたけどまあそんなね二2023年の2月11日は、ね、いろんな意味で思い出とうなる一日でしたす、ね、素敵な仲間たちいやでもあんな疲れてるね「お疲れさん」とかね 「いい試合だったよ」とか言うかと思ったら「何負けてんだよ」ってでいきなり言われてね俺こっちも腹立つよね全くまあまあまあそんなことは置いといてでまあすぐ翌日にね会社から連絡あって決まりましたねあの全日本プレス2.19か2月19日日曜日約5年ぶりの全日本プレスに参戦します はい、ちょっとね急なオファーだったけどね、まあ、俺もね長渕さんの歌のステイドリームじゃないけどくよくよしてもしょうがないからねくよくよするなよってね長渕兄貴が言ってますからこれは次に進むためにだってね勝った岡田は三の瀬、ね、で試合して東京ドームでも試合するんでしょ <laughs> そりゃあもう俺もここで黙って休んでるわけいかないじゃないなんかファンタスティカファンタスティカファンって ファンタスティックじゃないなんだっけファ,ンタファンタスティカマニア合ってる、うん、ファンタスティカマニアあのねメキシコのツアーは俺ちょっと呼ばれてないんでね、うん、じゃあちょっとそういうチャンスだから試合しようと思って5年ぶりにねはい全日本プロレス出ますよ相手,相手は何相手は何塩顔のイケメン何塩顔とかあんのイケメン対決俺ねたまにね もうこんな、こんな顔っていうかね、もう40のおっさんだけど、あ、ファンタスカ、ファンタスカマニア。<laughs> 怒られるな。ファンタスカマニア。ファンタスカマニア。うん。はいはい。あ、そうそう、安西選手とね、うん。戦うんだけど、去年のトースポプロレス大賞の新人王、新人王でしょ新人王、新人賞か。ね。イケメンだよね、彼、すごいね。 うん、さっきイケメン対決とかやったけどね俺ねたまにねそのまあなんかイケメンですねとか言うけどイケメンって言われるの生すぎじゃないんだよねうんイケメンっていうなんか顔でもないじゃないキャラでもないじゃないそうそう今ね男前男前って言われた方が嬉しいよね男前ですよってねうんそう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 エグザイルの に似てるたまに言われますねただ男前の定義ってよく分かんないんだけどね男前ってなんだろうね男前だのクラッカーそれは当たり前だかなるほどねまあそんな安西選手の安西選手大きいんでしょ楽しみですよ、ね、俺も新人賞取れなかったからねキャリア3年未満でしょ うん、楽しみだねうんただその日メインで三冠戦もあるみたいだしねなんか俺は5年前チャンピオンカーにバル出た時にね三冠王者から勝ったんだけどその後特に何もなかったんでねあれはもうなかったことに <laughs> なったのかな今今なんかちょっとコメントパッと見たら志村けんさんに似てるって あ志村けんさんにでも俺志村けんさん好きだったからねうんあ,あの銅像ももう2回ぐらい見に行ったしね、うん、男前の定義身も心も強い人あいいねうんってことはじゃああれだな2.19全寮のコラケンはイケメン対男前ということでいいのかな <laughs> うん、こんな垂れ目だけどさ、うん、でまあその日のメインはね永田裕二先輩が宮原の持つ三冠戦にね挑戦するみたいなんでねまあその辺も、ね、し,しっかり同じ大会出るんでね要チェックしようかなと思いますけどね、うん、それでんかその、まあ、俺も今ね IWGP 戦が終わったばかりだからねここですぐじゃあ 三観同行行ったらね、あまりにも節操ないじゃない。うん。まあ、でも接想ないのがまた高木信号かもしれないけどね。うん。ついこの間ではね、n o の,の GHQ だ、GHC だとか言ったらね、<laughs> GHQ なわけねえだろって。俺 GHC ジュニアタッグ取ったことあるんだから。分かってって言ってただからね。ネタですから。ネタですから。ね、はい。あとは、はい。2月の21日ね。 どうね、さっきはその清宮選手の名前出したけどドームでね俺はトースポのトースポじゃないトースポの記事でも出てたのかなねえ、まあ、武藤選手武藤さんとはね俺も何回か試合したことあるし俺がねドラゴンヘッド時代に山梨大会地元凱旋する時に武藤さんゲストで呼んでねあのー、戦ってそう、ね、初対決して山梨対決なんて言ったからねまあその引退とか引退の。 するまでにね絡むことはなかったけどやっぱ同郷のね先輩レジェンドとしてちょっとね、まあ、あとは対戦相手が内藤っていうのもあるしね、うん、ちょっとドーム行きたいなっていう気持ちはありますよ、うん、ねコメントもしたけどねドーム行ったっていいんだよって言ったけど特にノアからのリアクションがなかったんで、うん、これチケット買っていかなかったらまたオ應になんか文句言われちゃうかもしれないからねうん。 まあまあ,それもあるけどあとはあれだね今日か昨日か昨日だねあのニュージャパンカップのトーナメントね全く A2 発表されるとか知らなかったから発表されてね、まあ、ここはちょっと来た来た来たーって感じだったね1回戦3月10日アイメス山梨いやーこれはこれはメインでしょこれね何が、まあ、まあメインだと思ってんだけど 何が嬉しいかって俺は結構ね、まあ、新日本にこう営業担当とかちょこちょこあのー、ね菅林会長かな何回も言ってたけど山梨ちょっと俺メインでシングルねいつかやりたいんだよねタイトルマッチもそうだしねシングルマッチは大岩とっ、えー、と一昨年かなやったことあったけどそうあの時がね山梨では地元では初めてのシングルでシングルの面をいつかやりたいなと思ってこの19年目のねキャリア19年目20年行く前に。 ついいいにメインででねやれるととうことではい、所詮はヘナーレヘナーレ気合入ってたねなんか俺のツイッターも引用リツイートしたね激しい戦いになるでしょうみたいなねあ俺も、まあ、ヘナーレのことはね別に個人的に全然うん何だろう嫌いとかそういうのがないんでねうん熱いやつだと思うしあいつあいつあいつっていうかまあね会話したこともあるけどすごい。 武士道精神とか大和魂とか多分ものすごい勉強してるからうん結構俺に対しても何かこう刺激受けてる部分っていうのはあると思うしね、うん、へなわれとねへなわれへなわれとしかも山梨だとねこう外国人選手を見る外国人山梨、まあ、ブラジル人とか多いけど外国人見るの珍しいからまたね俺と対戦相手この。 ヘナレがが戦うってことでねかかななりり盛り上がるんじゃなかった,ただ山梨がね声出しがどうなんだろうなまたこれ近くなったらなんかねそういうちょっと変化があったら嬉しいんだけどねえあのこの間の大阪の声出しを見てしまうと山梨も声出しでやってほしいなって気持ちはあるよねうーんでもねまあヘナーレヘナーレには悪いけどね無事1回戦を突破すれば2回戦ではね 確か,あれ確かタマトンガだよねネバー王者だよねうんだからコメント押してくんねえかなそうだねうんそれはちょっと楽しみなタマタマタマちゃんもタマちゃんとか呼んだことないけどタマトンガも確か同い年だと思うんだよね同級生だと思うんだよねうん彼もねすごいグッドコンディションだしねうん そういう向上心高いし試合してみたいまだやってないからね彼とのね彼がネバー持ってて俺が KOPW 持ってってねこの前の IWGP 持ってね KOPW 持ってるタイトルマッチじゃないけどそういった意味ではねちょっと進んでいったら楽しみだなといううんまあしっかりちょっとねトーナメント表見てないけどまあ内藤とか真田とはすぐは当たらなそうだったんでねしっかりチェックしてないけどうん あとは、まあ、こうやってねインスタライブ、ね、ありますけどあのー、高木式また間違った高岸 YouTube じゃなくて高木信号チャンネルもみんな見てくれてますかどうですか、ね、なかなかこっぱずかしいけどね本当にもう全てをさらけ出しますよなんて言ってねまさか実家に帰ってねもう母親母親にだいぶ怒られたからね前回の先週あのー。 のね高木慎吾チャンネル更新したの見たら母親が LINE が来て「ひどいひどすぎる <laughs>、うん、うまくカットするとか出さないって言ったじゃん」とか言って「俺そんなこと言ったっけ?」なんて思ったけどまあまあしょうがないあれだからねあのー、実は本当は自分でちょっと編集してスタッフに戻そうと思ったらなんかねその編集なんか,なんかちょっと。 機械が壊れてたかかなんか、ね、編集できなくてそうそれでしょうがなしにもう母親のとことかもそのまま持っち,ちゃって、まあ、母親も長いがいああは言っても出たがりかもしんないしねうんというか実家はまあ俺父親も住んでるんですけどあ住んでる住んでる生きてるんですけど父親はもうなんか俺がプロレスラー目指すと言ってあの東,京で東京に出た時にあのなんか 九州に戻りま父親、ね、の実家は佐賀なんでそうこれねどうでもいい話だけど俺実はね佐賀と山梨のハ,ハーフじゃない佐賀と山梨のハーフっておかしいかそうそう九州のね血が入ってるんですよ半分すごい九州っぽいって言われますけどねうーん「はつらつマザー」「はつらつマザー」ってんだよどっちかっつうったらそれ武藤さんの奥さんとかじゃないの <laughs> そういう言い方じゃないかはい兄弟いますようん、まあ、そんなんでね高木慎吾チャンネルも今年はねいろいろこちょっとコラボとかもしたいなと思ってるんでね是非ねもうすぐなかなかね登録者増えないね大変だね、まあ、マイペースにやってるけど俺もちょっと変にプレッシャーをねこうリスク背負ってやるというよりはこうマイペースにやろうと思ってるからね うん、でも3ヶ月今月の来週で3ヶ月経つけどそうね21日までにはねなんとか3枚いってほしいけどねうん今年の目標は8万だからねうん、まあ、チャンネル、まあ、登録者が多ければ多い方がい,いいわけじゃないけどうんまあまあまあこんな感じで30分ぐらい喋ったけど、ね、ちょっとね簡単に質問なんか質問等があればちょっと答えま,答えますけど。 エイジさんとコラボああねそう最近ちょっとエイジさんとねあの長渕さんのものまねのエイジさんとちょうど LINE しててねそうエイジさんと会いたいなーと思ってねうーんうーん花道を通れた時にとてもいい香りがしましたあああれね俺の匂いじゃないよ多分対戦相手の匂いだよそう思うそう思う うんた、うん、多分岡田の香水じゃないかな結構対戦すると対戦相手の匂いがね残るからね俺はなんかなんだろう石鹸かなんかの系のボディースプレーあんまり香水がそんな得意じゃないんでね匂、うん、いがきついじゃないうん ヘアスタイルそうヘアスタイルってこれ,これね実はさっきまで帽子かぶってたのねたまたまなんかそんな乱れてないからいつも帽子かぶるとぺちゃんってなるんだけど意外としっかりしてるんでそのまましてますけど疲労回復ままであと何日かかりますかりす結局プロレスラーはねもう疲労とダメージっていうのはね完全には消えないからただもう少しちょっと消えないとこうきついきついトレーニングができないかなと思って。 長州,長州力さんとコラボどうだろうな最近ああでもたまに俺もねたまに道場でトレーニング行った時に会ったぐらいかな、うん、ちょっとおかしいのがさまあおかしいこれ別にクレームになってんのかな長州さんってさ別にもう現役引退されて、まあ、テレビに出られてるテレビに出るか YouTube やるぐらいじゃない2回連続やらいなんかねあの 日焼けマシーンを譲るっていうことがあって <laughs> 長州さんなんでなんか日焼けあの人多分ね日焼けというよりもうサウナ代わりに入ってんだろうなと思ってねちょっと俺日焼け入,入ろっかなと思ったらなんかタオル巻いて待ってたから「あれもしかしてあの入ります?」っ言ったら「うん入るよ」と見て見て「ああどうぞどうぞ」みたいな感じだってねしょうがねえなってはい あうんはい新喜劇 NGK 行ったことありますよ NGK はねまた行きたいですねうん勝負飯高木式勝負飯はそうねうなぎかなうん モノマネなんかこのものまねねやっぱねちょっとねまたあでもスターとかも六本木のスターもいいけど新宿のあこれそれこそエイジさんが行ってる <laughs> パセラじゃないキサラキサラキセラキサラ,キサラかなうんキサラとかも行ってみたいなと思ってね うん今日はそうねまあもう12時過ぎたらもう横になりたいと思ってるんでね、うん、さああと3分ぐらいで終わりますか来たらはいうなぎ屋さんあんまり覚えてないねああバ,バレンタイン渡したいバレンタインデーでしたねうん痩せましたか痩せてませんねなんか最近ストレスフリーだとか言って何でもかんでも あの食べちゃってるんでね、うん、またしっかりねあのしっかりした食,食生活しなきゃと思って、うん、猫派ですか犬派ですかあーたまになんかペットショップ通りかかるとちょっと見ちゃうんだけどワンちゃん好きだね、うん、チワワとかトイプードル <laughs> なんかしっかりあまりね犬のあれも覚えられないんだけどかわいいよねなんかね ん明日寝て明日なんだっけ明日サウナ行くよ <laughs> トレーニングもするよ高木式デスティーノ待ってますまああれできないだろうな俺逆上がりできないからえー、質問って言ったら結構来ますね、うん、子供子供好きですか子供好きですね 好きな漫画。好きな漫画ありますか。男塾でしょう。もうあれは、あれはまさにプロレスだね。男塾はもう好きだね。あれはもう。プロレスは絶対見た方がいい。<laughs> うん。うん。さて。 こんな感じで、ね、ちょっとぐだぐだになっちゃうからはいこんな感じで寝室鬼没で、ね、あ男塾好きなキャラ男塾好きなキャラ何ですかあの2号聖2号聖の2号聖ヒットが好きですね何だっけ明石時？なんだっけなかっこいいよねうーん なんかねちょっと締めにいい質問がないかなってサンドイッチマンのネタで何が好きですかああ何だろうよく寝るとき聞いてるんだけど寝ながらよく聞いてるんだけどサンドイッチマンうん煉獄さんに似てますねって <laughs> どこが似てるんだろう高式くだぐだうん富樫あ富樫いいね富樫と松尾松尾,松尾と いたよねああ枝島平八塾長がやっぱいいね塾長好きですねそうね今年の目標はあやっぱりニュージャパンカップもあるし g 1ももちろん出る気満々だしうーんあの2月11日だけで終わりたくないんでね、はい、まだ今年たっぷりあるんでね10ヶ月以上あるんでうんまだまだ早い上がりますよまい、あ、よりもまだね まだねって言い方したらあだけど KOPW のねキングオブプロレスリングのタイトルも保持してるんでねはいしっかり幅を広げた戦いをしたいと思いますこの前の2月11日の2.11大阪のね IWGP 戦を経て高木慎吾、またねあの強くなったと思ってるんでね精神的にも肉体的にもはいこの前の負けをしっかりステップにねはい精進していきますよ。 まあそんな感じでね、ちょっとしばらくオフが続きますけど、まあ、次の試合はとりあえず2.19、全日本プロレスがあるんでね、はい、全日本プロレスで何が起こるか分かりませんけど、はい、頑張りたいと思います、最後はね、ちょっとこれ、そうだ、こんなのを用意しながら、こいつもね、こいつにだけはベルトを負けるって、これ、でせっかくねも、もらったもんなんでね、会社から。 別に捨てる必要がないんで、またね、こうやってね、自分の腰に負けるように、頑張りたいと思います。じゃあ、いい時間になったんで、寝たいと思います。それでは皆さん、明日も良い一日をおやすみなさい。どこで終わるんだっけ